こんにちは、陽子です。46年前の7月25日、ワンダーフォーゲル部の夏合宿で書いた最後のスケッチ、3枚目です。八ヶ岳を南から北へ縦走し、白駒池のほとり青苔荘まで来ました。北八ヶ岳には天狗岳、島枯れ山など2000メートルから2500メートルの山が穏やかに連なり、その間に池が点在しています。北八ヶ岳の木々は緑のダムになって苔を養い、深く静かな森を育んでいます。ここには500種類に近い貴重な苔が自生し、カモシカも生息する原生林です。新刊とした木々の下に厚い苔の絨毯が広がる様子は、まるで獅子神の森のようでした。白駒池のそばに建てられた青苔荘、初代の小屋主は池周辺の伐採計画を阻止した森林組合員だそうです。原生林と苔の森を守るため、伊勢湾台風の被害に遭った倒木を現地で加工しながら建てた山小屋が青苔荘。1963年からテントに寝泊まりしながら、ほとんど人力で建設したそうです。冬には池が凍り、池の真ん中で満天の星空を眺められるとか。お天気も回復し、間もなく夏合宿も終了です。19歳の八ヶ岳、白駒池、青苔荘はいかがでしたか？楽しんでいただけたら嬉しいです。またお会いしましょう。